私は強いが宇野は弱い。何が起こるかわからない。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイト。パンチの今日はロー六本木ドラゴンでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーさあ、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、なんで？いつの間にひげが生えてる？この時間になると伸びるんだよ。いや、それにしてもこのひげもそうですが、うん、またこれいい衣装ですね。改めましてですね。何度も聞くなよ。大成社長の新宿リディアよ。ありがとうございます。あ、そうなんです。あの、この格好つけては来たんですが、はい。僕たちちょっと全くの素人なので、はい、5分だけルールを教えていただきたいと思います。はい、はい、これはブラックジャックというゲームですね。はい、そうです。はい、トランプを使ったブラックジャックというゲームになります。はい、でこのゲームなんですけれども、まあ、ざっくり言うと、お客さんの手元にカードが2枚ずつ配られます。はい、この数字の合計数を21にギリギリ近づけるチキンレースのゲームでございます。うん、はい、で実際プレイしていくときに、必要になる、ちょっと特殊なシステムがございまして、はい、数字の数え方が特殊なルールがあります。このジャック、クイーン、キング、絵札の3枚のカードは全て10として数えるというルールになります。これは全部10。そうです。11、12、13ではなく、全部10。10になる。というルールがあります。なんだろう、もっと難しいんだと思った。結構シンプルな感じですね、なんかね。うん、じゃあやりながらお願いします。OK です。で、もう一個だけ、最後、エースです。これ最強のカードです。ああ、これ。これ一緒です。これね、かなり強くてですね、1か11、どっちでも都合のいい解釈をお客さんでしてもらえるという。1か11。どっちでもいいです。これ、ロープすごいですね。こう配られていると、7として捉えていただいてもいいですし、11たす6で17と捉えていただいても構いません。どちらでも好きな方で数字を捉えることができるような仕組みです。はい、そうしましたら、これ本場のカジノでもお願いしているんですが、はい、カットカードというのをお願いしています。不正防止のためにですね、1枚この黒いカードを取っていただいて、はい、取っていただいて、真ん中ら辺に好きなところにぐさっと差し込んでください。どちらでいいか。はい、大丈夫です。どこでも大丈夫です。ちょっとひねくれてる、これにしよう。いいですね。ナイスカットです。ありがとうございます。今ここに入れてもらったこの位置からですね、黒いカードを入れたこの位置からゲームをスタートしますので、はい、まあ、僕がこのデッキに不正をしないように、はい、お客さんが選んだ、無作為に選んでいただいたところからゲームをスタートするので、不正防止のために皆さんにご協力いただきたいと思います。うわー、今よく見る映画で。見ますね。オーシャンズイレブンの世界です。オーシャンズイレブンの世界。これで準備完了です。本番がスタートしたら、はい、お二方にはまず最初の賭け金を決めていただきます。はい、でこのゲーム非常に難しいのが、はい、何もトランプが配られていない状態で賭け金を決めなくてはいきなり賭けるんです。そうなんです。なので難しい、いいカード来そうだなっていうこの漠然としたイメージだけで賭け金を調節してもらうと、うん、なんかさっきからずっと負けてるからそろそろいいの来そうだなと思ったら、ちょっと大きく賭け金いただいても構いませんし、ちょっと負け続きだから小さめにしとこうみたいな、この判断を最初に選んでいく。これも世界共通です。これも世界共通です。ケチなんで、最初これでいいです。ただただ自分の手前のドラゴンボールの中に好きな金だけ入れてみてください。じゃあ僕、じゃあちょっと2枚。確かに。じゃあここで全員が賭け金を決めたら、はい、ノーアベットといって、この賭け金の締め切りを行います。そうすると、はい、カードが実際にチップを置いているところに配られます。お客さんにまず1枚ずつ配ったら、ディーラーが1枚カードを配ります。その後、お客様に2周目のカードを配って、ここからゲームがスタートになります。なるほど、なるほど。テーブルに座っている右側の席の人から順番に手番になります。なので、はい、今回は3番の席に座っているお兄さんから。はい。この状態で選べる選択肢が2つあります。はい、カードを追加で引くか、もういいやと思ったらストップをする。うん、21にそこそこ近づいたからストップしておこう。この2択です。うん、さあカード引きますか、ストップしますか。いやこれはでも、ここでチキったら面白くないと思います。で、引きます。引きます。はい。では、引くときなんですけれども、はい、本場のカジノで実際に使えるアクション、うん、はい、このサンドシグナルなんですけども、はい、机を2回コンコンって叩くと、カードをくださいという意味になります。これ、言語が通じない外国のカジノでも、うん、この机を叩くことによってカードをもらえるので、うん、ほんまに行った時もぜひ。グーでもいいです。チョップでもいいです。可愛く人差し指ちょんちょんでもいいです。出してください。せっかくここなんで、こうやって。普段。はい。かしこまりました。ヒットですね。16から、
お、ナイス !20 です。より21に近づきました。いいんじゃないですか。ここは僕ステイで。私はステイで。カードがいらないときは空中で手を横に振ると、ステイ。もういらないですよというふうになります。はい、ステイです。ありがとうございます。では、20のままステイされました。はい、では、次の方、はい。9です。ヒットです。9から13。13。ヒット。攻めました。13から14。刻みます。これを11として扱っちゃうと都合が悪いですね。24になって自爆になっちゃうんで、これは都合のいい1として捉えます。これ、よってこれ今。何枚でもいいの？何枚でも大丈夫です。いけるなと思って。今、いくつ？今、14です。14。はい。14から24です。こうなってしまうと21を超えてしまったので、残念ながらジップは没収になってしまいます。そうしましたら、はい。最後、全員が手番を行ったら、僕も21に近づけるようにトランプを引いていきます。なるほど。そして最終的に僕の結果とお客様の結果を一人ずつ照らし合わせて配当が決まる、うん。で、この僕がこの後カードを引いていくんですが、うん、僕のこのブラックジャックの上手さっていうのは全く関係ありません。うん、なぜかというと、まぁ、ちょっとここに英語で書いてあるんですけど、うん、ディーラーは必ず17以上になるまでカードを引き続けるロボットですというルールが書かれています。なので僕は17になるまで引き続けます。はい、まだ今10なので、もちろん足りません。追加でカードを引きます。10から19、17を超えたので、ここで僕は引くのをストップします。なので僕の結果は19。そしてお客様の結果は20なので、今回は20対19、お客様の勝利になります。で、これで30点ゲット。おー、では赤ワインのお客様こちらですね。はい。レッドワインですね。はい。宇野くん。はい。ちょっとじゃあここで流れ変えましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。こう、きちってもな。レレ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 レノーマベット。いや、10です。では、17です。ステイ、5です。ヒット、5から15。15から17。素晴らしい。ステイ。では、ディーラーが、15から23、ディーラーバーストになります。ディーラーが飛んだので、お客様2人とも勝利です。ありがとうございます。チャララ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 ラナイスピッチャー。ディーラー6、弱いですよ。では、5です。ヒット、5から15。ステイ13です。ヒット13からドーン18。ピシューステイナイスです。ディーラー6から99から19です。タラタラタラ、簡単だね。はい、うん、でじゃあ次はどんなゲームだ。あ、じゃあ次はどういう、そうですね、はい。そうしましたら一番ちょっとこう、見た目がカジノっぽい。次はルーレットをご案内しようかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、お願いします。じゃあ、ルーレット。ルーレット行きましょうか。ピシャーン！ダーン！放送席、ヒーローインタビューでございます。本日のヒーローは、ニュートン逆転砲から見方、パンチサトウさんです。どうもー！いかがですか、今の気分は。手で死ぬまで止めたいんです、今日は。ドーン、大阪みなみで待ってます。タコマンで、ハハハ。川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、ウノとパンチの今日もどこかでダイナマイト。グッドボタン
とチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダーマーダーマー14から24 15です。15から25 我々の YouTube チャンネルをですね、ご覧くださってる方もですね、結構増えてきたんですけど、はい、まだね、もしかしたら、チャンネル登録ってどうやるのっていう方がね、多分ね、いらっしゃると思うんですね。まだそんな人がいるの？教えてあげてよ。そうですよね。簡単なんだから。簡単でございます。ですね。まだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てるときにですね、チャンネル登録というボタンが出てくると思うんですよ、うん。で、そこを、ピッと、押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録、終了でございます。わからないときはですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっと、チャンネル登録教えてくれよ。うん、これっすよ。ピッ。そうですのね。よろしくお願いします。簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。